どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、ウェアハウスロット1086ヘリンボンツイルミリタリーパンツを紹介したいと思います。このアイテムのことについて、少し話した後に、アイテムを使用したコーデを2パターン、そして私がですね30、31、32の3サイズを着用しサイズレビューする動画の内容になっているので、お時間ありましたらぜひご覧ください。またこのアイテムの販売ページ URL は概要欄と左上にリンク貼ってますので、気になってくださった方はですね、ぜひ当店でお買い上げお待ちしております。はい、では早速いってみましょう。はい、今回紹介するロット1086ヘリンボンツイルミリタリーパンツはですね、ウェアハウスがジーンズだけではない定番アイテムを作りたいというところから始まり、まあ、ロット1082などと、まあ、肩を並べるほど人気なアイテムになっています。そしてね、こちらのパンツアイテムもですね、やっと入荷してきたっていう感じでして、まあ、いつねちょっとオーダーしたか、忘れてしまっているんですけども、まあ、そのぐらいのね待望の入荷っていう感じです。でやはりね、皆さんもお待ちかねというかお待ちだったんだと思います。今ね動画を作っている段階で、まあ、当店にはですねもうね1本しか在庫がないというね、動きの速さを見せています。そんなね定番アイテムの、まあ、ヘリンボンミリタリーパンツはですね、おそらく1960年代中期頃に作られていたディテールに近づけた企画になっていると思われます。60年代中期頃のパンツの特徴と、まあ、分かるのが大きく2つありまして、まずねラベルの部分、まあ、ウェアハウスのラベルは、まあ、31インチというような、まあ、サイズ表記になっているんですが、まあ、中期頃より前っていうのはS や M、スモールとかミディアムなどのサイズ表記だったとのこと、とサイドアジャスターの部分ですね。このパンツには、まあ、このようにボタンでサイズを、ね、若干変更できる仕様になっています。でボタンを、ね、つけないと、まあ、サイズがでかくなり、つけると、ね、サイズが小さくなるという、ね、まあ、シンプルな調整ができるものになっています。そしてこの中期頃にはこのサイドアジャスターがなんかあるものとないものが確認されていることから、まあ、このパンツはですね中期頃のものではないかと思われます。でその他にも、まあ、ボタンフライの仕様で、まあ、尿素ボタンを使用しているところだったり、パンツのサイドと内側の縫い目ですね、そこがダブルステッチの仕様だったりっていうのもあるんですが、まあ、先ほどね紹介した2点ですね、が分かりやすいディテールではないでしょうか。まあ、シルエットはねもちろん太めな作りなので、次はですねコーデとサイズ感へ行ってみたいと思います。どうぞ。
まずは30を履いてみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックとこの寸法はこちらに載せておきます。で、30履いてのレビューなんですが、今ですね、もう30でも履けます。で、縮率が、オフィシャルで、公開されてるんですけども、ウエストは1センチ詰まるっていうことなので、まあ、この感じで1センチ詰まったとしても、まあ、履けるかなというふうに思います。かつ、まあ、ベルトもしなくても履けるぐらいの、サイズ感かなというふうに思います。で、実際今ここのサイドのボタンに関しては止めていない状態です。それで、30履けています。で、それ以外に関しては、もう全部ね、ゆったりしてますね。あの、太もももかなりね、ゆとりありますし、まあ、ふくらはぎなんかね、かなりゆとりあるんで、あの、もともとの作りがね、こう、大きい作りなんだなっていうふうに思います。動きやすかったらもう、全然、30だったら、こんな感じなんで、まあ、シルエットはこんな感じですよっていうのがね、まあ、少しでも伝わればなっていうふうに思うんですけど、うん、そうですね、お尻とかも全然ゆとりあるので、まあ、私がジャスト目で、履くのであれば、まあ、30をチョイスするのがいいのかなっていうふうに思います。はい、そんな感じで続いて31いきます。はい、続いて31です。こんな感じです。はい、31はですね、ウエストゆったりしてきてますね。今現時点で、まあ、指2本入るかなっていう感じですかね。人差し指と中指の2本が入るかなっていう感じで、サイドのボタンは外してます。なのでボタンをつけることで結構ね、ジャストサイズになってきちゃうのかなっていう感じですかね。まあ、あとウォッシュを考慮すると、まあ、ボタンしなくてもいいのかなっていう感じですかね。多少ね、現時点だとこんな感じでずれ落ちてきちゃうんですけど、まあ、好みですかね。あの、30でも31でも私は履けなくないサイズなので、まあ、ちょっとゆったり履くなら31がいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、シルエットも若干変わってるとは思います。あの、全体的にね、あの、渡り幅とか、あの、ふくらはぎの幅っていうのはね、太くなっていると思うんで、まあ、ここら辺がね、少し変わってくるところなのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ウエストだけで見たら、もう31でもね、全然いけますね。あの、まあ、ベルトして履きたいんだっていう方であれば、まあ、31をチョイスしてもいいのかもしれないですね。まあ、とにかくね、まあ、先ほども言ってますけども、太いですよ。太いです。まあ、これがね、かっこよさなのかなっていうふうに思うんですけど、いいシルエットが出るのではないでしょうか。はい、そんな感じで続いて32いきます。はい、次は32です。こんな感じです。はい、32はね、あの、ボタンは止めていない状態で、ウエストはね、やっぱかなりゆったりしてますね。まあ、3本の指は入るかなっていう感じなので、こうやって下に力をかけるともうずれ落ちてきちゃいます。まあ、なので、まあ、大きいですね。私にとっては大きいと思います。まあ、1センチね、詰まったとしても、まあ、ちょっとゆったりしているかなっていうふうに思います。ただこのね、サイドのボタンを止めてしまえば32でもちょうどいいのかなっていうふうに思いますね。ですので、まだ32はね、私の体型だったら、ありなサイズなのかなっていうふうに思いますね。まあ、シルエットの好みっていう感じですかね。よりね、32だとね、ズドンとしているので、まあ、こういったサイズ感がお好みの方であれば、まあ、32をね、着用選ぶっていうのがいいのかもしれないですね。まあ、私の感覚を申し上げると、まあ、31ぐらいがいいかなっていう感じですかね。私の体型だと。で、32は、まあ、私より体がね、大きい方でしたら32とか33をチョイスするのがいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ここのサイドのボタンがね、をどう使うかっていう感じですかね。
そこがまあキーポイントになってくるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ使用しないのであれば32はねちょっと大きいですね、私の中では。33になるとね、より一層大きくなってくるので、まあ、全然私よりね、体型が大きい方でしたら、まあちょっと、この形の特徴はこういう感じですっていうのがね、少しでも伝わればなっていうふうに思うんですけども、まあとにかくゆったりしていると思います。はい。そんな感じで続いて3サイズまとめた動画を流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。このアイテムの販売ページ URL は概要欄と左上にね、リンク貼ってますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。